ノンハロー。俺か俺以外か。はい、今日はね、このね、あの俺ローランドの俺か俺以外かって話で、あの家の紹介していきたいと思います。本当僕ミニマリストで無駄なものとか置かないんで、すごい皆さんびっくりすると思いますよ。さあどうぞ。ちょっと待って、新車いる。おい、何だよ、おい、あ、偽物、あ、なんだ、偽物、偽物いる。いや、あの、本物です。偽物です。ちょっと似てるし、ちょっとヒカキン TV Everyday。 というわけで、改めましてハロー YouTube、 どうもヒーランドと、ヒーランド、ローランドです。よろしくお願いします。ヒーランドと、じゃあヒーランド今日はお送りしていこうかなと。そうですね、ガチのローランさんの家ということで、そうですね、みんなところも荒らしてやろうかなと思って来たんですけど、それプラス荒られるんですか。いや、本物ね、と偽物の違いってものをね、ヒカキンさんのファンの方にね、教えてやろうと思いますよ。だからでも僕も結構もう、いろいろ経験してきましたから、でも本当本物かもしれないんで、最後にちょっとじゃあ本物、逆に家を見た後に、ちょっとこう、女の子から来た LINE の返し方のバトルとか。なるほどね、はい、面白そう。僕も案外いけるかもしれない。本当ですか。ヒーランドは、ヒーランド強いですよ。いけます。自信どうですか。あ、まあ普通人並みよりかは、まあいろんな恋愛もしてきた気はするんで、はいはい、いけると思います。なるほどね。いや、僕もじゃあ先生の方の勝ちにいきますよ。ブーンブーン。じゃあどうぞどうぞ。お家拝見。いや、玄関から勝手開けちゃった。勝手。そう、これね、あんま自然に開けたからね。あんまり言えなかった。これいろんな収納があるの。どこ見られても、でも恥ずかしくない。どこ見られても恥ずかしくない。本当に。マジっすか。はい。なにこれ。これはなんか僕こういう四角い収納好きなんで、はい、これが勉強道具で、はい、これとかどこ開けられてもいい。大丈夫。どこ開けられても。これが楽しいっすか。教材とか入ってます。なんだこの整った。僕英語の勉強とかしてるんで、ディスプレイみたいじゃないですか。あのこういう革の商品のね、お店の。しかも全部物の住所が決まってるって話を、先ほどのね、ああ、そう、動画でもさせていただいたじゃないですか。そうなんですよ。あのだから、あの、あれどこって聞かれたら多分すぐに出せますし、なんでここに物があるの、これがって言われたら全部説明できますね。強いな、本物は。いやいや、偽物、偽物です。僕もです。そうなんですよ。あのローランドさんのチャンネルの方には、逆に僕のヒカキンの家に来て、はい、いろんな断捨離をするタイプを勝手に捨てて。俺ヒカキン先生の間取り最後ぐらい覚えてたから、なんか僕も前撮り覚えて帰る。ちょっと待って、もうこれ、まあ、ここじゃ置いといたら、景色がさ、景色出していいってことで。どうぞどうぞ。失礼します。どうぞどうぞ。ああ、すいません。またサンダルもこんなルブタンのかっちょいいやつで。こっち。はい、僕はちょっと、あ、これあれですね、差をつけるために。うわ、すげー、メゾネットだ。うわー、僕メゾネットって住んだことないですよね。天井高いな、なんか開放感って。空気が上がりそう。あ、ヒーランド、やべー、結構様になってるじゃん。だとやっぱり案外風格出る。え、なんで黒髪にしたんですか。長年のトレードマークから。そうですね、なんかあの自信と見た目の派手さって比例すると思っていて、やっぱ派手な時期って自信のなさをそこでカバーしてたので、多分なきにしもあらずだったんですよ。それをちゃんと認めるんですね。そうですね。え、で、なんか僕ホスト始めて10年目が今年の4月だったんですよ。それが誕生月ですよね。はい、おう、おう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 。さらっと言ってくる、すごい。で、そこで、まあ、節目っていうのもありましたし、なんかこの金髪歩きで、あの人から声かけられ、目立つとかフィーチャーされるっていうのが、なんかちょっと自分の中で悔しいなっていうのがあって、本当の魅力ってどこなんだろうと思った時に、こうアイコニックなものを一回捨ててみようっていうのが。でも確かにこれめちゃめちゃトレードマークする。そう、だから金のね、なんて捨てられないとかあったじゃないですか、はい、一番大事なものを捨ててみると違う景色見えたりとかするんで。例えばあの金の盾が多分あれですね、金髪だったんで。そういうことか。これはやっぱり夜やばいですよね。夜も綺麗です。やっぱ夕焼けみたいなのが僕も結構好きなんで。え、これ内装ってだって何割にするとか。え、床とかも。そうですね、一旦全部変えて、まあ、基本的にパーティー仕様とかじゃなくて、あんまり人を呼ぶことないんですよ。はい、ヒカキンさんの、こう、あ、ヒーランとかね。ヒーランとかね。ヒーランとか珍しいぐらいで、基本的にもう一人で暮らすようだけのためなんで、めちゃくちゃ広いってわけではないですけど、はい、まあ、一人で住む分にはね、本当に快適だな。必要最低限しかないんで。これちょっとヒーランとのひねくれ出ていいですか。ヒーランとのひねくれ。住んでますこれ。住んでますよ。本当っすか。僕ちょっと疑いの心が綺麗すぎて。いや、だから生活感ないのが好きっていう話したじゃないですか。まあ、そうなんですけど、もう何もないんですもん。だから下手したらさーっつって、今日も隣の部屋にガチャッてめっちゃ汚れてるみたいな。違います。本当っすよ。
住んでるじゃん。はい、さすがだな。これさっき僕ローランドさんのチャンネルにプレゼントした。これなんか、うわ、せっかくだからまた飲ましょう。よかったな。うわ、いただいた。椅子が2個しかない。だからこれ本当人呼ぶ用の家じゃないんですよね。俺は女の子を呼ぶんだ。ここに、ここに君の椅子しかないから。あの、手に近い人は嫌いなんですよ。だから奇数嫌いだけど、やっぱこうペアになってた方が美しいじゃないですか。一応ほぼ座らないんですけど、はい、鑑賞用としての椅子ですね。座らない、ほぼ座らない。ほぼ昼でも飯食べるのってことですもんね。そうですね。そしてカラフルがゼロ、色味もない。もうこれ動画の撮りづらさで言ったらナンバーワンですよ。そうそうそう、逆光になるしもう。すげえ。冷蔵庫までわざわざこのミラーのやつ買うとか、はい、なんか選ぶだけで疲れそうですけどね。まあ全部自分で決めましたね。やっぱりこだわりがあるんで。冷蔵庫の中身を。いや、マジで。開けちゃいけないことはないって言ってたんでね。え、何これ。自炊もね、最近やったりとかしてるんで。プロテインちょっとと水とかしかない。え、あ、お、一緒だ一緒だ一緒。ヒーランドも大好きなやつある。ヒーランドやった。いや、でもマジで生活感ね。え、これ何ですかこれ。サプリ冷やしてるんですか。コーヒー。え、普段何食ってんですか。普段何食べてるかな。最近自炊したりとかするんですよ。だからパスタ作ったりとか。めっちゃ材料入ってないですよ。まあその都度買うみたいな。ああ、もうその場で消費すべてして。うん、いや、どこ開けられたか。すごい自信だ。うわ、なんか全然。え、キッチンってこれ元からこういう作りってわけじゃないってことですか。元からそうですね。あまりにも綺麗なんですけど、うん、これ内装エグいな。お皿とかも、いや、少ない。枚数も決まってますし、はい、黒くて四角いもの大好きなんで、はい、黒くて四角いお皿です。すげえ、マジですかね。うわー、うわ、うわ、揃ってる。でも本当に全部開けるヒーランドめっちゃ全部開けてくる。すいません、ヒーランドちょっと開けて、すいません。ダメって言われたら止まります。やば。いやー、これが、うわ、マジでスカスカだ。すげー。あ、そうだ、ヒカキンさんにこれ夜間これプレゼントしますよ。あれ、マジっすか。これケトル捨てろってやつですよね。めっちゃ電気入ってる。うわ、いいんですか、この愛のある。これはね、あの愛情あるんで新しいの。そうですか。飛行機が飛んで、飛行機が2機見えます。ほら、普段開けます、窓。開けるんすけど、ちょっとビューが抜けてる。その近くに高い建物が少なくて、向きがいいっすね。これ自分、自分っすか。自分ですね。自分だ。自分。これがだから、あのヒーランドの家のトイレットペーパーと同じ。アートはどこかに必要じゃないですか。あ、そうなんですね。いや、でもアートで自分飾れるって、日本でももう数人ぐらいですよ。部屋なんだ。こうやってフィーランドはね、あたっ。ここ鏡なんだ。前よりね、やばいっすね。上行っちゃっていいですか。どうぞどうぞ。うわ、どこを見てるんですか。生まれて初めて、なんかこんなメゾネットのマンション階段登る。これトレーニングできるな。運動不足でもう足がちょっと。そんな運動しないんだ、フィーランド。一切しないですね。うわ、ちょっと待って、これなんかこれ、はい、めっちゃ高い焼肉屋の個室、個室行くところみたいな。吹き抜けがあんだ。これがどんな感じになってんだ。俺遅刻しとなる人がこっからやっぱ下にすぐ行けたりとか。ああ、こっから、うん、俺が、俺以外か。ショバッバキッ。そうそうそう、便利なんですよ。大怪我するな、これ。高いローランドガンジャーこうやっていけるんで、ヒーランドできます。ヒーランド90キロなんだ。90キロ。そうなんですよ。ヒーランド運動しないのよ。90キロ。こっちからやっちゃっていいですか。どこでも大丈夫ですよ。ヒーランド髪の毛食っちゃっても。じゃあ、失礼します。そこは、あ、トイレ。そう、トイレです。ここもシンプルで、はい、綺麗だな。ほんと真逆なんだよな、ヒーランドの家と。いや、僕でも YouTuber やってなかったら、うん、こういう家に住んで。こっち派。そう。ここは失礼します。ここは、はい、ここはドレッシングルームかな。ちょっとあったかもしれないです。うわ、なんだ、まあ、あ、ドレッシングっていうか、お風呂もある。お風呂もある。あー、出た、出ました。お風呂からも夜景見えるのに、はい、まあまあ、お風呂から見ていいですか。ね、ローランドハウスってここにも、風呂にもローランドハウスって書いてあるんですね。あの、滑って頭打って記憶一瞬なくなった時にこれ見たら俺しか。やっぱりナンバーワンホストっすね。盛り上げるトークが素晴らしい。普段はこのお風呂には入る。普段、そうですね、シャワーはこっちで浴びて。浴びて、見て、白いバラが。バラ好きなんで。これさっきのリビングの上側の柱みたいな。そうですね、暖炉の上の。これも わざわざ自分で全部やってるわけですよね。そうですね。やば。いやー、すげえ。あ、開けていいんすか。うわー、これいいなー。うわ、激アツだー。
いや、いいなぁ、これちょっとこれ、1ヶ月限定でヒーランドハウスにしますよ、勝負に負けたら買えますよ。え今日勝負に負けたらヒーランドハウスに。行っちゃった、行っちゃった、YouTuber ってガチですからね。買いましょう。カットしないですからね。そうだ、ほんと YouTuber ってガチだ。ガチです。いや、なんですこっちにもなんかあるんですね。こっちは、寝室からなるダイレクトで、ね、まあ、あんまりここは使わないですけど。めっちゃパリピな作りじゃないですか。そうですかね。でもあんまだってこれ寝室からってもうロマンチック。すいません、変なこと。いやいや、寝室からジャグジー来てそのままスパダから入って戻れるんですね。やっぱこれちょっと入っちゃっていいですか。え、入りますか。はい、入りますか。キーランド、えこうやってるんだ、毎晩こうやっているんだ。いや、危ないから。あ、そうですか。はい、うわー、すごい。いや、これはやっぱ、あー、空が、星が綺麗だったら見えたりますね。やばー、雨降ってる日に入りたいな、これ。逆にね、雪とかだったらいいですよね。すげー、天井抜けてるってのがちょっと最高。それもなんか、あっちの浴室より深いんですね。そう、だから、ね、やーべー、超いい。のんびりしてますね、夜とか。うわっ、いつもやっているんだ、こうやってありがとう、ローランドって。これは惚れるわ。レディーファースト大事ですから。やべえ、勝負始まってるんでね、そういうところで。もう勝負始まっていたのか。いや、すごい。出してる、その隙に。あ、これうわー、お、あ、そう、バルミューダ一緒のやつ。あ、バルミューダ一緒。あ、これを音楽流すんですね。そうですね。いや、今ね、ここにね、ピンクの歯ブラシがとか狙ってたの。いや、貪欲だ、ヒーランド。これ引き出しじゃない。これは引き出しですね。あ、こっち。これ何も入ってない。これはまあ、ゴミ箱とかを外に出しとくのが嫌だったんで、それは、はい、あのヒーランドの家行った時に、ね、指摘したかった。ゴミ箱なんですね、これ。ゴミ箱はここをやっぱ見えないようにするのがやっぱり粋ですよね。おっうわー、綺麗になってる。ダメだ、もうどこを開けてもダメですね。これは僕、洗濯機も見えてるのが嫌なんで。あ、おっ、うちと同じ洗濯機だ。あ、一緒。あ、嬉しい嬉しい、共通点。よし、こういう四角い洗濯機好きなんで。丸より四角なんですね。タオルも全部こうちゃんとね、ハウスキーパーの方に畳み方をこれだよっていうのをまず最初に指導して、これで登録していただく。ハウスキーパーに指導するんですね。ちゃんと洗濯してる、はい、住んでますね、これは。住んでますよ。いや、本当に住んでないんじゃないかってぐらい。ちょっとこれマジかよ。え、なんじゃこれ、広いし。うわー、これはちょっと子供には見せらんない。天井までライトアップがもうわざわざ水色とピンクになってるのね。ヒカキンさん家のベッドに枕いっぱいあったりとか、あと寝ない時も掛け布団が置いてあったじゃないですか、はいはい、あれは良くないですか。二度寝しちゃう自分を戒めるためにもう起きたら布団ね、起きたら全部片付けます。マジっすか。キーランドは寝る。キーランドはーい。いや、本当にやった。いや、これ本当にやった。いや、これでも彼女来たら焼きつくなぁ、たまに。これでローランドさんに振られたら僕も暴走しますね、たぶん。暴走しちゃう。女だったらやばすぎる。これは、こっちはもうクローゼットとかですか。ここが、あの、あれなんですよ、ジャグジーに。マジかよ。これ内装エグい。やばい、こっからジャグジーということで。すごすぎる。YouTuber 引退したらこういう家にしよう。いや、でもさ、俺がこの部屋だったら、うわ、ヒカキン気持ち悪いってなるやつだね。ローランドさんだから、うわ、すごいってなるけど、これ僕みたいな人だったらちょっとやばいことになるな。ここが、ここはさっき素通りしてた。おシアタールーム。うわー、綺麗だな。あれって、こちらテレビが結構ちょうどよかった。ここなんか映画館好きなんで、下なんかここ明かりつけて映画館も。え、本当だ。ちっちゃいシアタールーム欲しい。映画館行かんくていいじゃん。やーべえ。てかもう天井まで黒くしてる。こだわり。やばー。いいなー。広いな。あ、ここクローゼット。あ、ここクローゼット。はい。多分ヒカキンさんと真逆の。うわー、ちっちゃいしかない。一着しかない。そう。ここに下着類が入ってて、まあ、アンダーウェアがここに入ってるんで、今あの靴下ここに入れてるんですけど、靴下はもう2週間で入れ替えるので今買い直してる途中なんですけど。え、パンツですか。これがあの今着てるインナー。あ、インナーか。パンツはないですね。パンツはあの 2階にあるんですけど。あ、そう、あ、話せばよかった。パンツ今サングラスつけちゃってここないんですけど、基本的に全部一着。わざわざでも使う分の穴しか開いてないっていう。一着しかないクローゼット結構かっこいいですよ。僕300着くらいある。ね、いっぱいあったから。これもう乾いてるんですね。これはプリザーブドフラワーで、ローズギャラのテーブルが重い。
言ってましたもんね。そうですね。いやモノクロ全部飾ってある絵もモノクロ。ここがここがそっち個人でガイドの用のバール。うわホストが香ってる。なんか香りもちょっと、はい、夜のお店感がある。てか部屋数多くないですか。寝室シアター数メルコエルみたいな感じですね。いいな楽しいな。うわ全部本当だ全部偶数な感じで、はい、部屋でうわー全部期待した方が嫌だから。ベリニオンだ。いやでもこの鏡っていいっすね。いいっすよね。なんか広く感じるすごい。なんでその格好でここの空間ってやっぱちょっと映えるな。ただもんじゃないですか。ただもんじゃねえ。ただもんじゃねえぞ。ローランドさんは自分を見ないからそんなにね、このこういう人。うん。客観的に見たらただもんじゃねえ。ただもんじゃないですよね。すごいか面白い。いらっしゃいます。いやすげえ。あこっちもベランダに繋がってんですね。そうですね。へえ。まあベランダも広いし空気が。へえ。でもここでじゃあこの酒類を見ながら飲むんですね。ここね。とかシガー吸ったりとか。あ、シガー。いやもうここ入ってきた瞬間にめちゃめちゃこうシガー吸ってる。はい、タバコの香りが。うん。さあ、ハマキ好きなんで、まあ、ハマキ。へえ。タバコはね苦手なんで吸わないんですけど。あ、ハマキとタバコって違うんですね。あ、そうなんですよ。へえ。あのハマキって高そうなイメージ。ハマキ、ハマキちょっと一緒に行こうとね。覚えたら結構良かったです。やばい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 。ぐるんぐるん春中。今日はね子供がちょっとびっくりしちゃう。海賊とかもうラスボスクラスの人が吸ってそのイメージなんで。いやどんな感じですかね。ブーンブーン。で風格なくなるな。かわいい。フィーランドバッハみたいになっちゃった。やばい目です出すダメだ。風格室なんか後ろにこうしてたわ。いきますか。女の子から来たラインどっちがいい返しできるかバトル。これ当然見てる人もいや勝てるわけないじゃんって思ってるでしょ。これもし1問でも勝ったらローランドさん逆にヤバいんですよ。10年ホストやってきてこれ負けられないから絶対。でもプレッシャーすごいから。ハードライフ。いやでもハリセンで戦車向かってきても勝てないです。ハリセンで戦車はい。僕ハリセンってことですか。負けないです。勝ちます。僕だからなんかガチで勝ちに行くんで本当にいい返しします。ボケとかなしでね。僕ボケないですよ。本気のやつね。芸人さんではないんで。なので女性スタッフがいますので、はい、本当にこう帰ってきたらどっちがいいかっていうのを答えるところ。わかりました。本気でいきます。はい。じゃあ1問目じゃじゃん。最近夜中にお菓子ばかり食べてしまいます。どうすればいいですか。いいね。え普通の悩みじゃん。そうっすね。ガチの悩みじゃん。うわでもこういうのって、うん、僕もなんだろう。女性はまず聞いてあげて、うんうん、そういや食べなくていいでしょとかやっちゃうと。確かにね。それ聞いてあげた目でわかるわかる食べちゃうよね。考え方としては悪くないです。まあでも僕なんて言ったって10年なんで負けられてる。さすがにやっぱりいやこれは負けられないな。もう決まりました僕は。長くしてもらう。これで本当に負けたら悔しいぐらい普通にちゃんと考えたし、なぜこれをしたのかっていうアンサーも割と説明できます。勝ちましたね。え勝ちました。自信ある、はい、ハリセンが奇跡を起こす時が来ました。ハリセンが戦車に勝つ時が来ますか、はい、じゃあどっちから。僕からいきます。ヒーラーのいきます、はい、最近夜中にお菓子ばかり食べてしまいます。どうすればいいですか。俺も一緒食べていいんだよ。キットカットか柿の種。いやいやいや面白いけど。なるほど。ってことはじゃあ、 同調して分かるよっていうところで。そうです。女の子の気持ち分かるよって寄り添うタイプですね。そうですよ。ヒーラーの場合悪くないですけど甘いっすね。え、まあ、長いな。あ、短い、はい、語尾もちょっといろいろ工夫して。若い男だ。はい、だったら、夜は俺に電話してか。ごらんはちょっとごらんの気持ちかなと思ったんで。説明が長い。だったら夜は俺に電話してかごらんかはその時のケースバイケースですけど、僕はこうやってアンサーします。それなんでかというと、まあ、この LINE を送った直後に、まあ、大体電話来るじゃないですか。なんでこういう LINE くれたのって言った時に、いや俺はお菓子よりも甘いこと言えるからさって。もうストーリーを組み立てたんですよ。そんな広げてないし妄想を。いや広げてください。女の子はそういうの大事なんで。だからお菓子食べたい気持ちわかるよって。でもお菓子以上に甘いこと言ってあげるから、お菓子我慢しよっかって。そしたら痩せるし一緒にお話もできるしいいじゃんって電話で。いいじゃん。もうホストが出てますね。確かに。いやもうまずこれちょっともう試合になるのか心配になるぐらい、もうなんか
そもそも電話かかってこねえしみたいな。そうなの。女の子的にはこれどうですか、なんかこう、まあでもどうなんだろうな、これはちょっと俺以外は許されない、イケメンじゃないと許されないです、まあ、イケメンだからな。というわけでじゃあ1問目勝敗はどっちだ、やったー。いやですよね、キットカットか柿の種か、これ僕の好きなお菓子、はい、お菓子よりも甘い電話をかけてあげます、まあまあ、僕は本物の男は後半で逆転していくんで、まあまあまあ1問目なんでね、はい1問目なんで、じゃあ2問目、これ本当に僕ガチ知らないんで、これなんでしょう、いきます、じゃあ2問目、はい、せーのドン。私が友達を遊びに行くといつも雨が降る雨女なのですが、晴れ女になるにはどうすればいいですか。なんだこれ。友達を遊びに行くと、友達とかな、友達と遊びに行くといつも雨が降る、本当におかしいですまあ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 、でも意味はわかりますよね、うるせえとか一言で返したいその人によっては普通に難しいし、ね、難しいのこれ。ファンの人とかはでも聞いてきそうだな、ちょっと。あれ女になるにはどうしたらいいですか。ちょっと難しくないですか、これ。いや、難しいっすね。対抗していくか。どうなんですか、書くこと。なんとなくこんな感じかなみたいな想像して、対抗していくか。大雨でも君だけ晴れて見える。まあ、君はもう本当に確かにローランド言いそう、ローランド言いそうだけど、対抗してってます。なんかでもありきたりだな。ありきたり。ひねりが足りない。あれ。僕の場合は、ま、路線は一緒ですよ。甘い言葉を、まあその気の利いた一言っていう路線は一緒なんですけど、僕の場合は、雲の上に行けば毎日晴れだぜ。雲の上の存在っていう言葉あるじゃない。結局雲の下にいるから雨でも心配するわけですよ。お前雲の上行けよと。これなんでサインが入ったんですか。なんか決まったなと思ったんで、ついつい書いちゃった。これすごいですね。もうプレゼント企画であげたいですね。はい。雲の上に行けば毎日晴れだぜと。僕は一言をこの女性に送りたいな。どっちが勝ちましたか。せーの、ドン。勝った。やった。なんでだろう。上からすぎたのかな。やった。悔しい。あーこれ。ローランドさんの鼻へし折れるかもしれない。いや、1対1、マジ。じゃああと2問ですね。悔しいな。あでもこれによってもどっちが次勝っても最終問題までいくというベストヒットを見せる。じゃあ行きますよ、はいはい、3問目。行きましょう。せーの、はい、ドン。私はよく緊張してしまいます。お二人は緊張しますか？またどのように対処したらいいか教えてください。結構聞かれることが。緊張しますか？するんだ。そうだから僕これ結構本当素直なヒカキンで返す。これ緊張するんだ。どういう時ですか。テレビ。やっぱりそういうだから不慣れな時とか、明らかに自分の土俵じゃない時はもう。今日はどうでした。ちなみに初めましての瞬間、いや会う前が緊張したんですけど、ローランドさんが優しいからなんか大丈夫になりましたいやなんかすごい楽しかったけど全然緊張しなかったらいいって、まあ、僕なりの答えを書いていきたいと思います。これはね、勝ちましたよガチで考えてる、ガチで考えてるんですけど、ガチとちょっとゆっくりで、ちょっともう一杯ワインを入れる考える時間が長すぎてワインを入れに行ってすいません。いやでもさっきの2本目の負けで全く変わらなかった。めっちゃ決まったと思ったんだけどな。まあでもね、間違えた。よし、はい、はい、やりました。はい、いや、あと一文字追加しよう。長くなっちゃうんだよな。そう、長さも大事ですからね。長すぎるのがね。長すぎてもダメだしっていうところは。よし、はい、はい、キーだと。いきます。ガキどうぞ。私はよく緊張してしまいます。お二人は緊張しますか？またどのように対処したらいいか教えてください。はい、何でしょう。みんな同じ人間、案外大丈夫なもんよ。あとは経験あるのみ。これガチで思ってる。あ、なるほどね。大
いたい緊張するってことは人対人ですから、はい、だから僕も超かすごい人と会うときとかってなんかつまんなくなっちゃうんですよね、うん、静かに。一番緊張した人って正直誰ですか？ほぼ同等なのが2人組まして、はい、エアロスミスと、あとスマップさんですよ。スマップさん、スマスマで一緒に歌のあれでコラボして、はいはいはい、もうなんか泣いて逃げ出そうかと緊張してる。そうなんだ、はい、でもまあそういうね、ヒカキンさんが言うからこそちょっと。そうなんですよ。で、最大の緊張があると、うん、それを経験すると、うん、全然大丈夫になってくるんですよね。確かに。という意味だと、もう緊張しいは、そのバスを踏むしかないと思うんですよ。確かにね。いや、でも人生経験を踏まえた素敵な回答です。そう、僕はですね、私は緊張します、どうしたらいいですかという質問に対しては、緊張は成長痛、楽しんでという顔文字使うので、まあ、っていうのもですね、緊張するっていうのは、まあ、絶対に成功したいって熱く思えているか、それか今までやったことないことか、自分のレベルよりも高いことにチャレンジしてるか、その3パターンの人どれかだと思ってるんですよ。つまり成長してる瞬間なわけじゃないですか、緊張できるって。そうです、ベテランになってくると成長できないわけですよ。ああ、この仕事ね、分かる分かる、大体こんな感じで、マンネリしてきたりとか、緊張しないから、もうあの自分よりレベルが上のことってなかなかなくなってくるんで、緊張したくてもできないんですよ。確かに、緊張するって超素敵な成長の時間なわけじゃないですか。だから楽しんでっていうことをね、伝えるために僕はこの一言を送りたいなと思いますが、結構真面目な回ですね、これ。いやー、うまいなー。どっち？やばい、ハリセン対戦車な感じがしたね。いやいやいや、でもヒカキンさんの人生観を踏まえた上でその回答素敵ですよ。ちょっとね、あの通ずるところあるんですよ。なんか今しか違うだけで言ってることは一緒でね、緊張は悪くないよということですよね。あ、じゃあこれで僕がもし次取ればこのローランドと互角の返しができるってことになります。いや、今のはあの系統でいくと一緒だったんで、これ多分僕の中では自分もいい回答したと思ってますけど、ヒカキンさんもいい回答したんで、今のはねドローですね。最後これで決めましょう。いいんですかね、それで。今のところが1対1ですよ。同点か勝ちしかなかったのに負けができましたよ。もう僕は行きますよ、行きます。じゃあラスト、はい、泣いても笑ってもラスト4問目こちら。なんだこれ、何か新しいことを始めようとすると周りの目ばかり気にしてなかなか実行に移せません。 YouTube という業界に足を踏み入れたヒカキンさんやホストという道を選ばれたローランドさんにアドバイスしてほしいです。これどこで集めて、いや、どこで集めて、これ普通にいい質問なんだよな。やばい、ワインが回ってきてちょっと思考が。成功するヒカキン。あ、最後最後入ってる。僕はですね、結果が全てさ、前例は調べるものじゃない、なるものだ、ローランドということ。これどういう理由か、なんでそんななんか俺は海賊王になる男だみたいな、これなんか語呂がいいんですか、そんなに。説明してください、これ。いや、もうこれは結構来るんですよ。例えば YouTuber 目指してて、なんかその動画でも撮ると、例えばクラスからバカにされるかもしれない、先生からの歌とかね、いろいろあると思うんですけど、その悩んでるうちに成功するやつはもう取ってアップしてると思うんですね、うん、なるほどね。即実行して、で、かつじゃあ実行した人が100人いたとして、もうその時点で実行できなかった人が900人ぐらいいる、うん、1000人中100人がまず、実行しました、うん、で、案外その100人になるからすぐやめていくんですよね。継続できない、動画上げなければ全然見られない。でも見られなくても続けたやつがそんなから成功するから、悩んでるんだったらまあ即始めたらっていう。なるほど、すごいな。一個のこと続けて結果出ないで続けられるって、どっちかっていうとちょっとバカっていういい意味でですけどね、じゃないですか。そのバカって僕成功するのすごい大事だと思うんですよ。頭が良かったらいろいろ考えすぎちゃってできないけど、バカな人って考える前に行動できたりするじゃないですか。僕は一緒だよと。考えすぎてないです。まずやってみて、あ、ダメだってなったら、じゃあ何か変えていけばいい話でって、なんで僕の方にめちゃめちゃ同調して勝負なの。いや、でもですね、リスペクトしてくれてる。もちろんですよ、リスペクトはありますけど、僕はですね、まず結果が全てですと言い切ってる。これに関しては、例えば YouTube もそうですけど、僕がホストになるなんて言ったら、もちろんその時の、ね、世間的なホストの立ち位置は、ね、最悪に近かったですから、大学辞めてホストやろうって言った時に、みんなが辞めろって言ったわけですよ。あ、まあ親も含めて、周りの友達も。でも今結果出したらどうかって、いやー、ホスト素晴らしいっすね、俺震えると思ってたんだよねとか、
思ってたよ。みんないろんなこと言ってくるわけですよ。もちろん何か波風立つのはしょうがないですよ。もちろんそれが YouTuber だろうか、ホストだろうかね、何だろうか、まあ、最初はね、言ってくるわけですよ。結果が全て、結果で黙らせろと。そして前例は、調べるものじゃなくて、なるものっていうところに関しては、まあ、みんながね、これも言ってくると思うんですよ。前例がないじゃないかと。こんな新潟のちっちゃい田舎町から、YouTuber になってスターになっても前例がないじゃないかと言われたとしても、僕はもしこれを言われたとしたら、その前例に俺のデータ入ってますかと。ワイン飲んでるから泣きそう。そう、前例に俺のデータが入ってないじゃないかと。俺のデータが入って初めて前例って言うんだぜっていうところで、前例は調べるものじゃなくて、まあ、なるもの。前例を作った方ですからね。本当にヒカキンさんの生き方もこの言葉の中にも詰められている。前例は調べるものじゃなくなるもの。しっかり黙らせる。これを見てるね、いろんな、まあ、若い子たちも多いのかな、方たちにぜひこの言葉を送りたいなと思いますね。はい、参りました。違うよ、はい、じゃあちゃんとフラットに、今参りましたとかないんで、はい、はい、これで決まります。果たして勝利したのはヒーランドかローランドか。チッ、俺の10年か。でも、まあ、僕その言葉好きだけどな。いやでも僕もめっちゃもうね、いやあんまりなんか言うと、うん、結構もう本当にでも思ったこと言うタイプじゃないですか。僕はそうです。だから見たかおらみたいなのって、まあちょっとやっぱ思うところはあるわけですよね。その、何 YouTube で働いてるんですかとか言われて、家とかも借りられなかったりとかしたんですよ。それが今だと多分全然違う。手のひら返したよね。あ、ひかきんさんすごいすごいすごい。でも僕が代わりに言うと、本当にひかきんさんが言いたいことはそういうことだと思っていて、以前の YouTuber の立ち位置と今の立ち位置と全然違って、はい、今でこそスターのように扱われますけど、スターのように扱ってくる人の中には、ヒカキン誰それ、YouTuber 誰それ、今の人も少なからず僕はいたと思うんだよね。だからそういう人たちに対して、ね、今結果に見せられてるのは本当に素敵だなと思いますし、多分言い回しが違うだけで、僕らは同じことを言いたいので、はい、今回まあ僕は引き分けかなと。引き分けです。というわけで、じゃあこれ気持ちいいですね。通ずるところがあって、僕ももうリスペクトあって、言ってることはもう完璧だと思うんで。なので今回、この LINE のあれが同点だったんで、最終決着なんか違うのつけたい。デズモンしかない。デズモン、はい、デズモンやりますか。ちょっとジム行ってるから心配なんですけど、ローランドさん。結構体で。僕何もしてないんで、でも何もしなくて勝っちゃったの。確かに。ヒーランドが全てこの動画持ってったことになりますから。はい。ワインの力で行くしかねえな。一発勝負ですね。一発勝負。いやマジでちょっと。なんか指の音とかガチです。ヒーランドヘビー級90キロなんで行きます。確かに。行きます。体重差あるぞ。手とかもごついんだよな、ローランドさん。うわっ、やだ、やだ、やだ、感じする。ちょっと待って、手首ちゃんとほら、こうやってほら。リフェリーいないんで。レディーゴー、誰か、じゃあ。レディーゴー。だって強い。だって強い。強い。ヒーランドの勝ちだ。待って、倒せたぞ。もう一回やりたい。負けずにないだ。やった。じゃあ、泣きのもう一回やりたい。しょうがないなぁ、もうヒーランド優しいからもう練習めっちゃ痛い。なんでローランドさんの肘ちょっとポキっていった。やったー。待って、マジで強い。ちょ、俺以外かってことで、俺だったってことです。いや、本当ありがとうございました。もしこれローランドさん手加減して僕に花を持たせるみたいな、いやいや、マジで極みみたいな。マジでない、マジでない。ないっすか。本当に悔しいもん。封殺されると思ってたもん。いや、これ多分ね、結構強いと思う。え、本当っすか。手抜きしちゃうから。本当っすか。やった。僕、握った瞬間は、あ、もうダメだって思いました。本当ですか。はい、手の感じとか。多分なんか強いと言われる人とコラボする方はちょっとやってみてください。本当に強いと思います。まだ伸びしろあるかもしれないですね、じゃあ。鍛えたらある。いや、じゃあ本当に今日は家、本当ね、細かいところまでつかつかつだとか、いや、本当に開けさせていただいて、ありがとうございました。美味しいワインまで。はい。で、ローランドさんのね、チャンネルの方では、私、ヒカキンの家を、ローランドさんがミニマリストとして、いらないものを、はい、こんなんいらないですよ、捨てた方がいいですよっていうので、断捨離していただいたんで、その動画も説明欄からぜひご覧ください。この動画もしよければ評価、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。行きますよ。行きますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイ。登録。